チョンベリFCのファンサポーターの皆さん、チェクラムルです、来シーズン共に戦いましょう。まず新しいチームに来たということで新しい挑戦の始まりだという気持ちと、タイでは継続的にねまたこの国で働くことになったので継続的な挑戦だという思いでいます。いや私は昨シーズン開幕でチョンブリに負けてたので、でものすごくいいシーズンの入り方したなっていう印象があって、で力のあるチームだというふうにずっと感じてたので、そこからのオファーを受けた時にはさらにねこのチームの可能性を感じてました。まずやっぱりこのクラブチームをタイトル争いさせたいなという気持ちと、あと何よりもタイ人選手たちをインターナショナルな選手に育ててあげたいなと思います。あのお忍びで話をいただいた時に、お忍びで実はチョンブリの街を見に来たんですけど、その時に写真撮られたのがあって、それでこう知り合って、まあ、その話の中でチョンブリのサポーターはもしかしたら熱いんじゃないかなというふうに感じたので、まあ、その熱いサポーターと共に戦いたいなというイメージはずっと持ってました。